はい。というわけで、NGT48 のね、サマーコンサート、そして中井里香ちゃん卒業コンサートに行ってきた流れでね、今回動画を撮ってるわけですけども、今回もね、会場でグッズ買ってきたのでね、そちらを開封していこうかなというふうに思います。何個か買ってきたんですけども、今回自分が買ったのは、この、個別クリアカード。前回のおしゃべり会でもね、買ったと思うんですけど、こちらのランダム個別クリアカード2枚入り。こちらをね、2つ買いました。あとは、シアターくじですね。3回分、買ってきましたという感じでございます。で、これ5000円以上買うと、なんかステッカーというかね、個別ステッカーもらえるということで、いただいたんですけども、まずこちらですね。はい。こちら、西方まりなさんですね。はい。こんな感じになっております。ちゃんとね、サマーコンサート2023という風に入っております。ポストカードっていう感じなのかな？裏は何もないのでね。はい。こんな感じになっております。さあ、では先にね、このランダム個別クリアカードっていうのをね、開封していこうかなというふうに思います。前回これ買ったんですけど、めちゃめちゃ個人的に好きなグッズなんですよ、これ。なんか、ちょっとおしゃれな感じというかね、このちょうどいいサイズ感というか、これが好きなんですけど。じゃあ、一つ目開けていきたいと思います。できます。じゃん！お！まずこちら、曽我部ゆめさんですね。クリアカードということなので、はい、透けて見えるという感じですね。裏はこんな感じになってるんですけど。プラスチックなんですよね、これ。なので、素材的にはめちゃめちゃいい素材。なので、これ、1枚500円なんですよ。2枚で1000円っていうね、結構ちょっと高いなっていうふうに思いますけど、まあ、ただ、素材的にはいい素材なのかなっていうふうに思います。はい。というわけで、1枚目、曽我部ゆめさん。そして、全身、はい。全身は、こちらです。2枚目。大塚ななみさんですかね。一緒のメンバーが入ってるわけではないって考えると、めちゃめちゃこれ揃えるの大変だろうなっていう感じですけどね。はい。一つ目は、こんな感じになっております。ではこちら、二つ目開封していきましょう。一応、寄りと引き、全身、どっちも入ってるっていう感じなのかなっていうふうに思いますけど。はい。まず1枚目。じゃん！お！こちら、磯部ルアさんですね。こんな感じになっております。あ、かわいいですね。はい。こんな感じです。さあ、そして全身は、じゃん！お！見えますかね。ハセスモモさんですね。あ、全身だと、スタイルの良さが引き立つというかね、かわいいですね、これも。こんな感じになっております。というわけでね、こちらは3期生が当たったという感じでしたね。さあ、では続いて、はい、こちらね、シアターくじでございます。3回やったんですけど、3等が2枚、これ、デカ缶バッジになるのかな。そして、1等が1つ当たったという感じでございます。ではまずね、3等から開けていこうかなというふうに思います。いきます。せーの、じゃん！お！はい、来ました。三村日野さんでございます。いいですね。はい。このでかいやつは、リュックとかにつけたりするのかな。はい。こんな感じです。素材はやっぱちゃんといいやつですよね。はい。さあ、続いて、もう一つ3等当たりましたけども、こちら開封していきます。では、いきます。せーの、じゃん！お！政治玲奈さんです。いいですね。かわいいですね。はい。こんな感じになっております。さあ、というわけで、こちらラストでございます。ラストは1等ですね。アクリルスタンドが当たったので、こちら開封していきましょう。やっぱ1等だけあってね、一番いいのかなっていう。特徴はね、タペストリーということでね、直筆サインが入ってるタペストリーということでね、くじ引いたらカランカランって結構ちょくちょく自分の周りの人もなってました。じゃあ行きます。せーの、じゃん！お、これは？こちら、北花江さんですね。こんな感じになっております。かわいいですね。はい。これもやっぱ全身だとスタイルの良さが際立つというかね。はい、こんな感じになっております。意外とだからこのスタンドも結構大きいんですよね。はい、見てわかる通り。これぐらいのサイズだと飾っておいてもね、いいのかなっていう、1000円の価値はあるかなっていう感じですよね。はい。というわけで最後は北花江さんが当たりました。そしてね、最後に視聴者さんの方からね、プレゼントいただいたので、せっかくなんでね、そちらも開封していこうかなというふうに思いますけども、まずはね、こちら、初めて見たんですけど、これ、もっちゃん団子。これ見たことありますかね？自分初めて見たんですけど、駄菓子なんですけどね、これ。なんか結構、もっちゃんということで、杉本萌さん界隈では結構有名なお菓子らしいですね。はい。こちらいただいたので、後から食べてみようかなというふうに思います。はい。もっちゃんって入ってるもんね。見たことないよね、この駄菓子。自分新潟で見たことない気がするけどね。新潟にも売ってるのかな？はい。こんな感じになっております。団子なんだね。ありがとうございます。さあ、そしてこちらですよ。はい。こちらいただきました。あ、これ生写真ですね。結構いっぱい入ってますね。ありがとうございます。はい。というわけで見ていきましょう。これ、やばいですね。これやばいやつですよ。マジか。今回ね、中井理香さんの卒コンということでね、視聴者さんがね、自分がね、中井理香さん推しっていうのをね、知ってて、集めてくださったんでしょうね。これ、やばいな。わかりますかね？フルコンプの理香ちゃんの生写真です。今回のやつ。やば。はい。ちょっとせっかくなんで1枚ずつ見ていきますか。うわ、これやばいな。過去ないですね。うちのチャンネルでリカちゃん引き当てたことはもちろんありますけど、フルで出すってなかなかないですよね。はい。まず、このね、サマーコンサートの生写真です。引きの中井リカちゃんですね。はい、こんな感じになっております。そして、チューっていう感じですかね。はい。これいいね。はい。こんな感じになっております。そして、いろりですよ。お強いですね。はい。仕上がってるよね。リカちゃんも多分今回のためにね、卒コンということもあって仕上げてきてる感じですよね、これね。というわけで、まずは、サマーコンサートの生写真。これ3枚でコンプリートだよね、きっとね。はい、こんな感じになっております。さあ、そしてこっちもやばい。こちら、中井理香ちゃん卒コンの生写真になります。これが、2つの衣装で3カットずつのフルコンプ。やば。はい、こんな感じになっておりますけども。すごいな。じゃあまず1つ目のドレスの衣装ですね。全身ですね。見てくださいよ、これ。ウィンクしております。はい、こんな感じですね。すごいね。本当に、リカちゃんだけあって、背景もピンクでピンクだね。しゃがみのチューっていう感じなのかな。はい。こんな感じになっております。これもやばいよね。はい。こんな感じです。さあ、そして、よりですね。はい。こんな感じになっております。もうなんか、結婚するようなね、宣材写真というか、もうこんな感じですよ。すごいな、これ。可愛いですね、さすがに。さあ、そしてもう一個の衣装がこちらになりますね。まず全身。じゃん。この感じもいいですね。はい。こんな感じです。そして、はい、じゃん。この表情よ。いいですね。こんな感じです。からの、よりですね。じゃん。これやばくないですか？この二つ。これすごいな。個人的にこの二つすごいいいなって思いますけど。はい、こんな感じです。どうしてもプレゼントしたいものがあるということでいただいたんですけど、これやばいな。このプレゼントすごくないですか？これ多分集めるのめちゃめちゃ大変だと思うんですけど、多分ね、生写真、トレードとかされて集めてる方めちゃめちゃ大変なの分かって、いると思うんですけどね。そんな中集めてくださったということで、はい、リカちゃんのフルコンプの生写真、はい、いただきました。はい、こんな感じになっております。ありがとうございます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか？最後の最後ね、視聴者さんからのサプライズということで、いただいたものも開封できたので、めちゃめちゃ嬉しかったですね。なんかすごい一つのね、動画の中で強い動画になったんじゃないかなというふうに思います。皆さんもね、グッズ何買ったのか、何が当たったのか、ぜひね、コメントの方でも教えていただければいいなというふうに思います。はい。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。実際にね、サマーコンサートで行ってきたよ。あとはリカちゃんの卒コン行ってきたよという動画とね、あとは今回のね、研究生の昇格についても動画出してるんで、そちらもぜひ見ていただければというふうに思います。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。